Ina, Sayaka! いやとは言わせねえ。協力してもらうぜ。仕入れた兵器で仲間の敵を。元地か。この烏め。何してる。散々に暴れてすっきりしたか。火のついた頭で考えてもまともな答えは出てこない。 それがお前の悪いところだ。じゃあどうしろってんだよ。情報を集めろ。情報は何にも勝る宝だ。お前いつもそれを言ってるしな。我らもできる限り調べておく。お前はそうだな、北に行け。 北には伊達もいる。きっと力を貸してくれるはずだ。ああ、分かったぜ。 本当だ、元地下。 それはわしの指示ではない。 本当か？ お前の名誉に誓えるか？ わしの名誉などどうでもいい。友のお前に誓って本当だ。<笑>そうだったな。お前はそういうやつだった。今日一体誰が。どうやら間に合ったようだな。 調べはついたぞ。生きていて何よりだな徳川。この男は見かけによらず、怒ったら手に負えない。まだどうでもいい。それで単刀直入に言う。四国を攻めた張本人は黒田官兵衛だ。蔵の官兵衛。 一撃食らわしといて言うのもなんだが、 言い訳は聞いてくれないんだろうな。どんな事情があろうとも野郎どもを全滅させたのはあんたの。まあそうだろうな。仕方ない。全ては小生の弱さが招いた罪だ。小生にしか償えんだろうな。痛む心をごまかすのも限界だった。 誰を騙そうと自分だけはごまかせない。さあお前さんの望む通りに戦うか。 一番素晴らしい友は家康さんす。